大宇宙に浮かぶ青く美しい地球、70億ともいわれる人類が存在するこの星で、太古の昔より人々は文明そして文化を発展させ豊かな社会を築いてきた。文学、舞踏、絵画、彫刻、そして音楽、数多くの芸術は人々の生活に深く根ざすとともに、喜怒哀楽、とりわけ喜びのシーンでは欠かすことのできないものとして今日の我々に大きく関わってきた。そして1950年代初頭、大阪大学にジャズを演奏する集団が産声を上げる。その名はウィンディーシティクラブ。当時、時代の先端を行く音楽であるジャズはカフェの音楽とのレッテルを貼られ、学内での演奏活動には風当たりや障害となるものも少なくなかった。しかし音楽への情熱の炎はそうたやすく消えるものではない。大阪北新地でのプロのグループに混じっての演奏活動、そしてジャズの歴史に大きな足跡を残すビッグミュージシャンの生の演奏に触れながら、半大に生まれたジャズの芽はぐんぐんと伸びていくのである。そして1960年代、安保闘争時代と反米主義という社会的な背景を持ちながらも、ジャズという音楽は文学や映画、そして芸能などさまざまな文化を巻き込んで全盛期を迎える。この時大阪大学に誕生したビッグバンドがスイングアカデミーオーケストラである。社会人の初任給が1万いくらという時代に、楽器は今と同じで数十万円という大変高額なものであった。ただし時代の背景は医者かバンドマンかと言われるほどであり、バンドマンの給料は最高に良かったそうである。そこで少しでも楽器を演奏できる学生はキャバレーバンドでのバイトに励み、稼いだお金でクラブ所有の楽器を増やしていった。この時代の活動が阪大軽音スイングの組織としての盤石な体制を作ったといっても過言ではないだろう。そして1980年代を迎えようかという頃、日本のサブカルチャーは新たな波、ニューウェイブ、それは一括りにはできない際立った個性を持つ文化に飲み込まれる。この時期1979年にスイングアカデミーオーケストラはザ・ニューウェイブ・ジャズ・オーケストラに名称を変更し、その名前の通り大阪大学軽音スイングは関西一円、いや全国規模で学生ジャズ界の大きなうねりを生み出す人間として、その名声を広く届かせるのである。その年輪を積み重ねてきた50年を超えるジャズの歴史、それぞれの時代のバンドメンバー、そう歴史の功労者であり勝因ともいえる OB が本日ここに一堂に会しました。大阪大学軽音楽部スイング第1回 OB 会開演です。皆様長らくお待たせいたしました。本日は寒さ厳しい折、このように大勢の皆様にお集まりいただきまして大変ありがとうございます。
50年を超える阪大慶応スイングの歴史を紡いできた OB、 その OB が世代を超えて一堂に集まるのは長い歴史の中でも初めてのことであると伺っております。本日この輝しい席、司会という大役務めさせていただきますのは92年入学、現役時代はトランペットの傍らで MC も担当させていただきました私中島朗でございます。微力ながらも精一杯頑張りますので本日はよろしくお付き合いください。さて、まあ、とはいえですね、本日のこの場が盛り上がるかどうか、それは会場に集まってくださいましたお友達、いや元に OB の皆様次第なわけだ、あ元にわけです。今日ねこの場が素晴らしいものとなるべく OB 一丸となって忘れることのできない時間を過ごせるように、そうレッツドライブトゥギャザーを念頭に、パンチが今日この日のために準備をしてまいりました。